フェレットが懐きやすいのは約3000年くらい前に家畜化されたから。家畜化された目的は、フェレットは肉食系でウサギやネズミ捕りのため。ちなみに日本でフェレットがペットとして認知され始めたのは1993年で、実は世界的に見ると日が浅い。フェレットは一般的に好奇心旺盛で、猫よりも人に懐きやすく、トイレのしつけや簡単なゲームを覚える。フェレットの鳴き声はあまり大きくなく、機嫌が良い時はクックックと鳴く。フェレットは発情期に体臭が強くなるため、ペットショップにいるフェレットは去勢、否認されている。なお、フェレットは人懐こいので、遊んでと甘えてくる子もいて可愛い。